はい。ああ、いすごいな。猫吉さん。この前、寝てたら、遠くに住む父の香りがして。もしかしてと思ったけど。別になくなってなくて、安心しました。ええ、なにそれ、なにそれ、すごいお話ですね。ええー。最近ね、なんかその、聞いた話で。 似たたようなのももあったんですけどもやっぱりこの虫の知らせ系のお話って結構多くというか僕よく聞くんですよね聞かせてもらうんですけどもなんか <laughs> この塚賢さんの空振り階段やっていうツッコミがおもろいですねさっきのあの「別になくなってなくて安心しました」に対してですよね。<laughs> そうですねえっと。 この間聞かせていただいたお話で、えっと、とある若い男性の方なんですよね。僕より全然年下の男性の方なんですけども、えっと、今一人暮らしをなさってまして東京におられるんですけども、地元は、ね、宮崎県らしいんですよ。で、宮崎にご両親いらっしゃって、おじいちゃんおばあちゃんもまだご健在なんですよね。で、ご両親とおじいちゃんおばあちゃんが一緒に住んでました。 でそこにその男性のの妹さんんんも一緒に住でででるるたら5人で暮ら人暮ししてるらしいんですその家というのがおじいちゃんが、えー、頑張ってその当時建てられましたあの古き良き日本家屋という感じの平屋でですねあのすごく広い家みたいなんですけども、えー、そこで5人で住んでるんですが1、えー、人暮らしを東京でしてる彼のところにある晩 妹かかから電話かかってきたんですよねスマホに妹の番号が表示されて妹のまあ名前が表示されてでそれ出るじゃないですかすると,あのどうしようと「どうしよう」と「どうしようどうしようどうしよう」ってずっとんか「どうしよう」しか言わないしなんかちょっと涙ぐんだ声というかなんかね含んでるような声だったんでちょっと一回落ち着こうか「どうしたどうした?」って言っても「どうしようどうしようどうしよう?どうしよう」ってずっと言って。 ってて電話が切れたらしいんですよもうそれはさすがにびっくりするからすぐにかけ直すじゃないですかかけ直したら妹出ないんですよね夜中のね1時過ぎなんですよで「妹出ないなどうしようもう一回かけようかな」でかけたんですしたら出ないんですよねあれと思って「妹出ないな」 さっっきき電話かけてきたたののにその後一体何があったんだろう妹に何かあったのかもしれないそう思ってすごく怖かったんですよね。でその後やっぱ寝れないわけですよもう一回ちょっと妹にかけようかなと思ったんですけどもそうだちょっと家族でグループ LINE を作ってるからお父さんとお母さんと妹のこの4人のグループ LINE があるからそこに何かあった 送ったんですそしたら誰の既読もつかないわけですよ。ん困ったなと。妹なんかちょっと普通じゃない感じだったしなと思ったんでその時点でもう一回妹に電話かけたんですよね。最初に妹からのしゃし着信があってここまでが、えっと、10分ぐらいらしいいしでですで3回目の電話を妹にかけたら「うん、ああああ」みたいな。 何みたいな <laughs> あのいわゆる寝てるところに夜中に何かけてきとんじゃいのテンションであの電話に出られたらしくてでであれと思って「あれさっき電話くれたよね?」って言うと「はあするわけないじゃんこんな時間に何言ってんの?」みたいな「え?」と思って「えそんなわけないよだって俺電話があったから」 それに対して今リダイヤルしてあのかけてるから「いやさっきねあのそっちからかけてきてるんだよちょっと見てみて」っつって「はあ?」みたいなことを言って、まあ、電話を切ったらしいんですよそしたらその後すぐ妹からかかってきて「ではいもしもし」って言ったらいやこっちからかけてないし何夜中にって言われたらしいんですよもうねこの時点で意味がわかんないんですよね 妹から着信があったからそれが自分の履歴の一番上にあったからそれを押してかけ直すボタンを押したわけですよ。妹からの着信がなければそのコマンドがまずないじゃないですか。でそれでかけ直したから妹,妹に発信してるのに妹側には発信履歴がないっていうんですよね。えーっつって。 で,でもおかしいよなあみたいなことを思いながら「いや実はねじゃあちょっとよく見てほしいんだけどそっちからあの着信が来ててしかもどうしようどうしよう」って言ってたんだよって言うと妹が「いや私寝てたしあのじゃあ仮に寝ぼけてかけてって。 かかかけけててしししまっったかももれれなないいと思ってるのかもしれないけど私寝てる時あのその枕元の,その手が届く位置には置いてるけどそんなもういわゆるもう持って寝るとかあの枕の横に置いてるとかすごい近くにあるわけじゃないからさっきもあの床でブル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 鳴ってるから夜中にくそうと思って出たわけよっつって寝ぼけてかけたりとかしないと思うよって言われたんです。 ああでもお前の声で「どうしようどうしよう」ってずっと泣いてたんだよって言うと妹が「えー、何それ意味わかんないんだけど」って「とりあえず寝たいんだけどね」みたいなことを言ってなんか気持ち悪いよそんなのみたいな話のまま一応電話は切ることになったんです夜中1時過ぎだしということででそしたら次の日夜1時過ぎに。 妹かかから電話がかかってきたんで,すで、また夜中にと思って電話出たんです。そしたら妹がどうしようああどうしようどうしようって言うからどうしたどうした落ち着けって言ってたらあどうしようどうしようって言ってどうしようって言いながら電話が切れたんですよ。でもうその時点でいやもうまたかけてきたやんと思ってかけ直すことしか考えてないんですよ。すぐにかけ直したんです。 そしたら妹ね電話に出てくれたんですよ。で「えー、もう何なん?なん」みたいな「寝てたって!」みたいな「なんで今日もかけてくるん?」って言われたんで「いやお前が今かけてきたんだよ」って言ったら「だからかけてないって」って言って妹が、まあ、その発信履歴を確認してもやっぱり今日もかけてないって言うんですよ。で「うわもうなんでそれえこれ何、ね、いたずらなん?」 ななんんって言われて「いやそういうわけじゃなくて本当に着信があったからだって俺普段からお前にそんな連絡しないじゃん」っつってだからこっちも「夜中になんでこんな時間に兄ちゃんかけてくるんか意味わからん」って言ってなんかちょっと喧嘩ってことじゃないけど気持ち悪がられるみたいなことになってしまってうわ申し訳ないなと思ってたらその気持ち悪がってる妹の向こうで「 うーみたいな声が聞こえビクッとしてそれが「うーみたいなのが聞こえるんですよ。ええええええっつって「なあお前今後ろ誰かいる誰かいるうなってる?」って言ったら「はいやいや誰もいないよ部屋だよシーンとしてるよ慣れてんの?」って言ってる妹の声にずっとかぶりながら「うーみたいなのが聞こえるんですよ。 もうすごい怖くて「いやお前後ろで誰かうなり声みたいなの聞こえるんだよね」っつって「したらやめてよもう!」みたいな言って電話切られたんですよ。電話切られたらあの、まあ、言ったらもう通話できてない状態ですよ。その状態で「はあなんかすげえ嫌われたかもしれない」って思いながら「どうしよう」って自分のスマートフォンを見たんですよ。そしたらスマートフォンに妹から電話がかかってきたんですよ。 妹のまあ言ったら妹がかけてきた時の画面って妹の名前と妹のこのアイコン顔写真のアイコンが出てるんですけどもそのアイコンの妹の顔がそこに出てるんですよね。で妹の名前が出てて妹の顔がそこに出てるその妹の顔の口が動いて「うー」って言ってきたらしいんですよ。 でそれがもうすげえ怖くてうわーっつってその場でなんかこの手に持ってたスマートフォンをなんかあたふたしながら床に落としちゃったんですよそしたら床に落ちたドンっていうタイミングで「うわ」って声が途切れたらしいんですよねで声が途切れて「あえ何?」と思ってで画面見たら画面ホーム画面に戻ってるんです自分がダウンロードしたこのアプリとかが ずらっっとと並んでるあの画面に戻っててえとってえ何思ちょっと待ってこれは自分に何かが起きてんのか妹に何が起きてんのかそういうことなのかなと思いながらどうしようこれでも今からかけ直しても妹多分怒るよなでもこんなことが起きたらただごとじゃないよなと思っていやこれ怒られてでもかけるのがこれは兄貴のねこれ使命だみたいな変な使命感に駆られて。 で電話をかけたらしいんですよそしたら妹にあの途中であの多分電話に出る前に切るやつですかねあの切られたらしいですつな <laughs> がらなくなってであの次かけたらあの電波が届かない場所にあるかみたいなあの電源切られてたらしいですね <laughs> なので「えちょっと待ってこれ一体何が起きたんだ」みたいなことあったんですけども次の日 妹から夜夜中じゃなくて夜の、えー、と9時から10時ぐらいの間に、えー、電話かかってきたらしいです。で妹が言うには昨日あのー、言ってたうめき声みたいなのをうちのお父さんかもしんないっつって「えっ?」つって「どうした?」っつったら「いやうちのお父さんがなんか今日朝から喉痛い喉痛い」痛いって言ってなんか。 家で「うわうわっ」みたいなのずっとえずいてるみたいなことずっとやってるんだけどうめき声に似似てててるるっっちゃ似てるよねってってそう言われてもまあ彼からすると「うめき声なのう」って感じと「うわうわみたいなのが違うけどなとかって思いながらもなんかでもお父さんすごく喉悪いみたいでなんかそれが夕方ぐらいになるともうすごくなんかしんどそうにしてるから今から病院連れてくんだよね」っつって。 「うんなんかあまりにもだからさ」みたいな話になってとりあえず病院に連れてったらまあ、えっと、そんなにあのひどいことにはなってなくてただあの喉をちょっと痛めてしまってたぐらいのことだったんですけどもなんかこのタイミングというかあの父親が喉を痛めるタイミングと、えー、この怖い現象が重なったのはたまたまなのか本当にそのうめき声の感じと。 喉の感じをなんかそのこじつけてしまってるだけでもしかしたら父親の喉とは関係ない恐ろしい何かがこの兄弟に今降りかかっている最中なんじゃないかという、えー、お話でございます。<laughs> ちょっと不思議でですすよね、うん、いかがですか <laughs> みたいなね、このさっきの,あの空振りの空振り階段やっていうのあったじゃないですかあの虫の知らせかと思ったらみたいなコメントのねあれでちょっと思い出して喋りたくなったお話です。これもね空振りってわけじゃないけどなんかねもしかしたらこういう家族からの不可思議な、えー、お知らせっていうのはもしかしたらって考えてしまいそうなのにたまたま父親が喉を痛めてたけどそれと関係あるのかないのかみたいな。